ホームゲームは7月15日火曜日対川崎フロンターレ戦19時キックオフです。皆様のご来場をお待ちしております。悔しい一戦となりました。でもこれを絶対にみんなで乗り越えていきましょう。こういう時のために我々がいるんだと思います。必ず来る勝利に向かって信じて、今こそより一つになってセレッソメンバーと共に前に進んでいきましょう。中盤まで公式戦はあと2つです。休む間もなく続いていきます。その2つは厳しいアウェーです。アウェー甲子、アウェー浦和戦、この正念場をみんなでより一丸となって2つ勝って中盤に入っていきたいと思います。信じて強い気持ちを持ってセレッソメンバーと共に前に進んでいきましょう。皆さん今日は熱い応援ありがとうございました。